はいみなさんこんにちはこんばんはココミチャンネルのショーが今日は第3次おやつ大会混乱する日本をお送りいたしますよろしくお願いいたします第3次おやつ大会混乱する日本をお送りいたします 日本は混乱していますよ。まあ頭の中もこんがらがってるし、顔ももうこんがらがってます。<laughs> なんだその、顔がこんがらがってるってない。いいや、本当に。なんかね、あの雰囲気おかしくなってますよね。全体。うん。街歩いていても、山ん中歩いていてもね、雰囲気おかしい。いや、え何街歩いてて雰囲気おかしいのはわかるけど 山ん中歩いてって雰囲気おかしいってないだろうっていやそ、そんなことないですよ。山ん中歩いてると、突然、ソーラーパネルが出てくるんですよ。<laughs> 雰囲気おかしいでしょ。4万枚のソーラーパネルとか出てくるんですよ。山ん中歩いてると、いきなり広がってるところあるじゃないですか。視界がブワー広がってるところ。もう全面ソーラーパネルなの。びっくりしますよ。一生懸命山登ってね。 気持ちがいいね。三連休だね。いいね。うん。よかったね、お父ちゃんお。お前もよかったな。小学校お休みだから山に登れてな。そうだね。頂上で休むんでしょもちろん。おにぎり持ってきたからな。いくつ持ってきたの十個は持ってきたよ。五個ずつ食べような。僕そんな食べれないよ。大丈夫。男は食べなきゃダメなんだぞ。いいかいっぱい食べて大きくなるんだ。 分かった頑張って食べるよまあでもおかずは何年のおかずは卵焼きを焼いてきたしたくあんも持ってきたからバッチリだよわーなんだか美味しそうだわくわお父さんな何急にどうしたんだみ見てよもうすぐちょ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 頂上だっていうのになんなのこれ何を見何を驚いて大抵のことお父さん驚かないうわ おきょちゃんびっくりしたでしょ開いた口が塞がらないのな,なんだこの景色は。もうちょっとで頂上だっていうのにお弁当を食べようと思ってんのに、こんなソーラーパネル、何万枚もあるソーラーパネルを見ながらおにぎりをパクパク食べることになるのかなそうなるよねおきょちゃん,、うん。なんだか気分がちょっとあんまり優れないの。ほんとだな、ね。なんだかね。 こんな親子の会話が交わされるぐらいソーラーパネルだらけになってるんですよ。恐ろしくないですか今度、蓄電池なんですよ。知ってます皆さん。あの、高さがね、2メートル50ぐらいあるんですよね。蓄電池。あの、え、知らないですかあのね、言っちゃいけないのこれ大丈夫大丈夫 <laughs> 大丈夫かあんまね。あのね、 でっかい蓄電池があるんですよ。高さ2メーター50。幅はね、1メートル50ぐらいですけど、その蓄電池を、今度ソーラーパネルの次、もうソーラーパネルマンネリ化して、新しくソーラーパネルをね、畑とか田んぼを潰してね、設置したいっていう人が少なくなってきちゃったの。なぜかって言ったら、売電の金額が下がったでしょだからソーラーパネル設置しても、 もう、あの、投資するお金を回収できない。バイデンのお金が下がったから、いや、それはもうちょっと無理だよって言ってる人がいっぱい出てきちゃって、まあ、悪い人がいますからね。も、ま、う、あ、その人たちが、うーん、次なんかにないかな。ソーラーパネルだんだん警戒心強くなって、まあ、ソーラーパネルは難しいのか。広めるのは日本は、うん。じゃあ次、蓄電池にしようかな。そんなでっかい蓄電池を、 500とか1000とか設置するんですよ。ちっちゃい田んぼとか畑にね。で、それで、今度蓄電池は、あの、また違うね、その、お金が国から出るんですよ。だから、蓄電池の方が高く、あの、まあ、利益上がるし、電気買い取ってくれるよっていうような触れ込みで、今度蓄電池を来年から販売して、 国もバックアップして、蓄電池を置かせるんです。でも皆さんよく考えてくださいよ。ね。あんな薄いね、板のね、ソーラーパネルでも、なんだか金属的な、人工的な圧迫感を受けるわけでしょ今度2、2メーター50センチかける1メーター50センチの蓄電池を、何百何千何万と置くんですよ。大丈夫 <laughs> 怖くないね。 おかしいでしょいや、もう今ソーラーパネルがあっちこっちに設置されてるでしょそれをね、壊してそこに置くんだったら話もわかるじゃないですか。そうじゃないの。今のソーラーパネルは今のままで、さらに蓄電池を置いていくんですよ。大丈夫大丈夫なわけないよね。もうだから今の、うわーソーラーパネルあって、はなんだか怖い人工的な 風景だねっていう、隣に、今度は、でっかいお墓の石みたい、な墓石みたいな蓄電池が何万と並ぶんですよ。すごくないですかねそんなことしなくても電気足りてるんですよ。電気はもう今需要が少なくなって、電気代が高いでしょだから、あの、今、食材とかもどうしても食べなきゃいけないからね。 まあ高くても買って食べてるわけですよ。一生懸命あの節約してるんです。その中で電気、なるべく電気使わないようにしなきゃ。今まで電気ずっとつけていたけど、電気切んなきゃいけないねとかね。まあ、あの、夜、常備灯っていうんですか、外の電気、夕方からつけていたけど、朝までね。いや、夜寝るときにはもう消そうよって言って消してる家庭が多くなったんですよ。それぐらいみんな電気気気にしてるんですよねで。そんなに気にしている、ね。 電気。もう、あの、使わなくなってるから、需要が減ってきて、今のね、発電所で十分対応できるんですよ。なのにですよ、蓄電池のそういう設備をね、大量にあっちこっち、あの、置いて作ろうとしてるんですよ。日本中に。これは、めちゃくちゃですよね。まあ、そういうこともある。まあ、混乱の一因ですよ。 あとは、まあ、コンビニがね、どんどんなくなっていってる、閉店になっている。これもすでに混乱している地域出てきています。あの、その地域は、一軒のそのコンビニに全部頼っていたらしいんですよ。ある田舎の村ですけれども、そこの村からコンビニがなくなって撤退したんですよね。で、その村は、30キロ行かないと次のコンビニが、<laughs> まあ、日本ではそういうとこあるんですよ。30キロ行かないと次のコンビニがないんですよ、スーパーとかコンビニが。 大変ですよ。30キロ車で行かなきゃいけない。往復60キロですよ。いやー、もうやんなっちゃうよね。で今、ガソリンが値上がりこれからするから、もう本当に、あの、出費が大変。まあ、出費が大変なだけだったらいいけれども、今度ガソリンが入ってこなくなったりね、石油が入ってこないと、ガソリンがもう全然、ね、あの、ガソリンサンドルも入ってこなくなるでしょ。そうすると、行けないんですよね。往復もできないんですよ、もう。 自転車できついよ ?30 キロ往復。年齢80歳。大丈夫自転車で。いや、電気自転車だったらまだわかるけれども、もう危ないよね。電気自転車でもね、田んぼの落っこっちゃうかもしれない、そのまんま。まあもうね、混乱し始めてる。あとは第3次 OS 大会ですよ。でもこれって、今のね、あのコンビニなくなるとか、ね。 あの、蓄電池の話もそうだけれども、やっぱりね、全部回り回ってね、第3次大石大会と関連性はね、あるんですよ。やっぱりそれが始まるということで、あの、金属とかね、塗料、その、戦車とか塗んなきゃいけないじゃないですか、アーミー色にね。だそういう塗料が、もう全部ヨーロッパに行っちゃってるんですよ。ぐんぐんアイテムを生産する拠点に。だから、どんどんそこに集まっちゃってるわけ。 そうすると、自動車の部品とか、自動車の修理、生産、組み立ての部品が足りない。まあ、あとは、もう金属全般とか電子部品が足りない。だから、どん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 車も値上がってるでしょあれは第三次大紙が起きるたあの、起こすためにね、まあ、起こすんですよ。起こすために、あの、そういう金属とか、使うものを、軍軍アイテムをね、作るために使うものをかき集めてるんですよ。 いっぱい持ってなきゃいけないでしょ戦いを始めるわけだから。うん、だからね、そっちに移っちゃってるから、どんどん値段が上がっていったり足りなかったりして、車の新車の値段は爆上がりになってるんですよ。軽自動車300万ですよ。買える分割で金利が上がるのに <laughs> 金利上がるんですよ。どんどん上げるって言ってる日銀は。だけど、顔がいざこざの 葬儀大臣は、いや、どうかな、ね、今、上げるタイミングにはないですよね。と言ってるんです。いや、日銀が上げるって言ってるんだから、上げるタイミングも何もないでしょ。上がるんですよ。ぐんぐん、ガンガン。まあ、混乱しますよ。まあ、車のローンは、そんな金額じゃないと思うからね。あの、そんなに生活が煮詰まってしまう金額にはなんないと思うんですけども、 金利が少しくらい上がってもね。だけど住宅ローンの方は違いますよね。あの、かなりきついと思いますよ。うーん、だから住宅ローンの金利は変動はどんどん上がっていくので、払い切れなくなる人います。やっぱり混乱するじゃないですか。うん、だから第3次親大会に向かって、これはね、あの、やっぱり全体的に歪んできてるんですよ。偏っていってるからね。材料を持ってかれちゃって、でその分、まあ、しわ寄せが来て、 いろんなものの値段が上がっている。うーん、だからそれを考えるとね、あの、下がらないですよ。これから起きるんだから。派手なことをね。いや、もう始まってるんですよ。だから情報を持ってない人が多すぎて、あの、人間って日本人って特にそうですけど、テレビでやんないと始まったって認識ないじゃないですか。まあ、テレビでやるのはね、あの、本当にテレビが映らなくなるぐらいの状況になんないとやんないから、 まあ、それを待ってると、何にも用意しないでね、何も持たずに、手ぶらの状態で突入することになりますよ。私たちは。今、備えておかないといけない。今、物が若干まだあるじゃないですか。まあ、あの、倉庫から出している分があるから、あの、いっぱい大きい倉庫からね、出せるスーパーとかドラッグストアは、まだ品物結構棚にいっぱいありますよ。今なんですよ。もう最終段階。 備える最終段階ですよ。今備えとかなかったら急激になくなりますよ。いろんなものが。うん、だから今はね、やっぱりたくさん買っておいた方がいいですよね。いろんなものをね、コンタクトもなくなるかもしれない。まあ少なくとも1年分とか買っておいた方がいいですよ。だって急になくなったらね、それしか目に合わない。いや、それが気に入ってるっていうコンタクトが、いきなりどこ探してもなくなりますからね。焦るでしょ はい、私、それじゃないと、目が痛くなっちゃって合わないし、それが気に入ってるのっていうカラーコンタクトね。そういうのをしている人は、それが欠品でどこ探してもなくて、やっとあったと思ったら、5倍の値段だったらどうしますまあ、買うしかないけど、それ1回で、次買えないでしょ、もう。いや、もう本当にそういうことが続々をこれから起きるの。でもそう思ってない人ばかりだから、用意してないですよ、みんな。体制をね。 これはね、用意していかないといけないです。もう絶対間違いなく起きる。うん、だからこれ第3次ウェ大会はすでにもう部分的に始まってるんですよ。全体がまだ始まっていないから、全体を見渡してね、ああ、起きてるなっていう感じが、まあ持てない人が多いんです。だけど、今始まってます。だからどんどんなくなっていく。その煽りを食らって、コンビニが潰れてってるんですよ。その煽りを食らって、 薄クリ多倍のね、営業でやっているスーパーが潰れてってるんですよ。本当に追い込まれてるんです。でもこれはスーパーとかコンビニだけじゃないんです。もうあらゆるホームセンターだろうがね、ドラッグストアーだろうが、飲食店だろうが、必ず追い込まれます。どんどん潰れていきますよ。まあ、危機的な状況なんですよ。で、それをちゃんと分かってないといけない。理解して把握してないと、本気度が違うでしょ いやあ、もうこれ危機的だと思って、本気だったら全力で備えられるんですよ。食料も。だけど、本気度がね、あんまりないと、お金持ってるのにね、本気度がないと、いや、うなぎの缶詰1500円はそれ払えないから、まあ、そんなのは買わなくていいなってなっちゃうんですよ。危機的な状況で食料なくなるんですよ。たまにうなぎ食べたいじゃないですか。 全国の食料がどこにもない。スーパーは棚全部から、コンビニもから、まあ、閉鎖状態ですよ。その中で、自分の貯めた、ね、備蓄した食料で過ごしていく。鮭缶しかなかったらどうですか鮭缶。来る日も来る日も三食鮭缶。耐えらんないでしょ。いろんな、ね、あ、今日はなんか牛肉の大和煮なんだね。うわーすごいね、とかね。で、それを、ね、 あのパクパク食べて、次の日のご飯はは鮭缶でもいいですよ。でも、またその次の日は、え、うなぎがあるのはすごいね。それじゃなきゃいけないの。楽しいでしょで、うなぎもちょっと、ね、あのー、固形燃料のちっちゃいフライパンで焦げ目をつけてね、で、炊いて、ご飯炊いて、ふかふかのご飯にのせるんですよ。めっちゃくちゃ豪華でしょ。それが、 緊急の常備避難食、またはね、備えた備蓄の食事なんですよ。だからね、同じものを食べ続けるっていうのは、まあ、体にも良くないし、飽きてきちゃうんですよ。これがね、やっぱやってみないとわからない。私、2ヶ月備蓄の品物で、2ヶ月過ごしたことがあるんですよ。電気、ガス、水道、全部切ってね。で、その結果ね、 同じものだけ食べてると3日持たないの。なんか気分が悪くなってくるんですよ。あと精神的におかしくなってくるの。叫び始めたくなってくるんですよ。ひゃーとか言っちゃうの。<laughs> ごめんなさい。お疲れた。いや、本当に。だからね、同じものを食べ続けるとおそらくね、人間の体は受け付けないようになってるの。なんかあのー、抗体ができるとか言うじゃないですか、よくね。うん、あの雑菌が入ってきたりしたらね。それと同じだと思う。 ねあの、なんか流行り病で抗体ができて、二度とそれにかかんなくなるとか言うじゃないですか。それとね、似たものが食料にもありますよ。だそれを、まあ、アレルギーっていう形で表現している、ね、お医者さんもいるじゃないですか。全く同じ。だから、鮭缶ばっかり食べてったら、鮭を受け付けなくなるから、鮭缶500缶って言ってね、やあるのもいいんですよ。あの、多い分にはいいんだけど、鮭の缶詰500缶を、 毎日毎日食べてたら、3日ぐらいで、なんだか調子が悪くなってきちゃったってなるの。本当なんですよ。なんかいっぱい種類がないといけないのと、あとその種類がね、鮭がいっぱいあってもね、あの他にソーセージとか肉があっても、今度ね、あの温度、冷たいだけの食べ物だと、やっぱり調子狂う。だからたまにはね、いつもじゃなくていいんですよ。たまにはね、保険燃料とかで、 温めたり、ちょっと焦がしてみたりね。香りつけてみたり、味付けニンニクの粉振ってみたりとか、ちょっと変えてみたり、もう本当そういうふうにするだけで食欲が出るしね、食べて美味しいって感じるんですよ。これはものすごく大事なんですよ。一工夫しなきゃいけないっていうことですよね。まあ、そんなことを考えてディスコしていく。まあ、それがいいんじゃないでしょうかね。他にもね、あの、その食べ物だけのことを言ってるんじゃないですよ。日常生活でね、 じゃあ、ね、電気止まった、水道止まった、家にいなきゃいけない。ただ何もしないでぼーっとしててもしょうがないですよね。今はスマートフォンがあるから暇つぶせるけれども、スマートフォンだって電気だから、大停電して長く続いたら充電できない。ね、しまいにはスマートフォン使えなくなるかもしれない。太陽触れるだったら使えないかもしれない。じゃあ、ボードゲームいっぱいあったらどうですかね、相手がいて、何人かいて、家族が。 ボードゲーム何種類もあったら楽しいでしょトランプ、花札、ボードゲーム。だからそういうものも用意しとかないといけない。で、これを言うとね、え、そこまで用意するんですかっていう人いるけど、考えたらわかるよね。空想して、想像して。何にもやることない。でも人がいるんですよ。四五人。家の中に。何が起きるか。喧嘩が起きちゃうんですよ。喧嘩になっちゃうの。うん、まあ、その中でね、毎日同じ鮭缶ばっかり食べてね、 ね。で、何にもやることなかったら、やること喧嘩しかないですよ。本当に。だからね、絶対にね、遊ぶ娯楽道具。お酒が好きな人はお酒もいっぱい。タバコ好きな人はタバコもいっぱい。もう銘柄たまには違うものをポンポンポンって入れて備蓄しとくの。ただ毎日同じタバコ吸ってても、いやー、たまにはなんかこの、洋木買ったんだけど、まあ、ちょっと一本吸ってみるかな。いいんですよ、それで。楽しいじゃない。 たとえ、あんまり口に合わなくても、ああ、こんな感じなのか、面白い味だなってなるでしょそれでいいんですよ。そうやって、日々過ごしていく楽しみを見つけなきゃいけないんですよ。だから、食料品だけじゃなくてね、まあ、食料、水は当たり前だけど、嗜好品、趣味のもの、これもね、多種類です。多多く、なるべく多くの種類を用意しなきゃいけないんですね。まあ、これからやってくる第三次おや大会、勃発します。 間違いなく起きるでしょう。だってイスラちゃんこれだけ暴れてるわけですからね。とんでもない勢いで。それに対して戦うことは我々はできないです。一般市民は。守るので精一杯。でもどうやってその守りを固めて前に進んでいくか。丁寧に丁寧に考えていかなきゃいけないということですよ。頑張りましょう、皆さん。生き残りをかけて、気合を入れて前に進んでいきましょう。ということで、また 次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。